はい、皆さんこんにちは、大畑晴美です。初めてここでちょっと下からね、今からクリスタルボールの演奏したいと思うんですけど、カメラもね、なんていうの、こうリモコンもないし、いつものカメラなんですね。だから音がどのくらい入るかわからないんですけど、すごく穏やかな、すごく小さい音から始めますから。全部クリスタルボールの音がよく聞こえない場合もあるかもしれませんけれども、ぜひですね、耳を澄ませて、で、できればですね、何かBluetooth なんかの、スピーカーとかで聞いていただくといいかなと思います。で、今日は冥王星と木星と冥王星の新しいサイクルが4月5日の日本時間の11時44分50何秒だったね。45分から、瞑想をするお誘いをしたので、その同じ時間に、これ撮ることができないので 私はこれをその時間のちょっと前に、始めてですね、45分だったら皆さんが進めていけるようにしたいなと思っています。本当に今とっても大変な時ですけど、いろんな事象が出てきてるけど、全てがこう自分たちの内側を見てですね、やっぱり本当にこの地球に住んでる私たちのこうバランスを失ってしまったところをね、もう一度見直すいい機会もらってると思うので、マウリ先生の、ウェブナーでも皆さん分かったと思うんですけど、冥王星も木星も本当に成長したいという大きな、エネルギーなんですね。特に冥王星はこうシャドーワークもしっかりしながら上ったり上がったり、こういうエネルギーなんですけど、最終的にはこう舞い上がっていけるようなエネルギーです。で、木星はそれをすごく拡大しますから、今本当に私たちが、特に感情のレベルでね、冥王星はあるので、やっぱり今感情がいろいろ出てくることもあると思うんですけど、それも全てこう感謝をして手放していけるような瞑想になったらいいなと思います。ちょっと祈ってですね、私なりの瞑想をしたいと思います。それじゃあご一緒していただければと思います。じゃあまずちょっと、さっきヨガの収録をしましたから、ちょっとこうしてですね、はい、大きく息吸ってください。はい、吐いて。それじゃあ私たちの宇宙に一緒になって祈っていきましょうね。はい、私の方で誘導していきますから、皆さんは背筋を伸ばして、正座でもあぐらでも椅子に座ってでもいいです。辛い方は横になってもいいと思います。それでですね、20分ぐらい、私が演奏をしながらですね、少しずつ誘導していきます。あとはもうしっかり祈ってください。だいたいね、空からきれいな、白い光が降りてきて、そして私たちのこのチャクラを通ってですね、ハートでしっかりと混ざってですね、で、またこの下に行ってですね、地球の真ん中にあるインナーハウスサンというのがあります。アースサンというのがあります。地球の内側にある太陽、そして私たちのハートにある太陽、ね、これを私たちのインナーサンと言います。で、ハートは実は獅子座の太陽と5ハウスと獅子座というのは全部このハートチャクラになります。チャクラは7個あるんですけど、その真ん中のチャクラが第4ですね。そして、ちょっとだけ言うとね、これが C の音です。これが、第1チャクラになります。で、私レを持ってないんですけど、これがソーラープレクタスのミですね。で、そしてこれが心臓のハートのチャクラです。そしてこれがソになるんですけど、 G ですね、喉のチャクラですね。そしてこれが、第3の目です。第6チャクラです。で、ここがクラウンチャクラになります。そしてこれが最後の、この C のもう一つ上の音で、この上にあるチャクラですね。
で、まあ、これを混ぜながら低い音も入れてですね、今から、誘導瞑想していきたいと思います。いいですか。で、ぜひですね、今の地球が、豊かで、もともと私たちが来たところだということを思い出してやってみたいと思います。あ、ちょっと喉がごめんなさい。じゃあ、いきます。それでは目をつむってくださいね。大きく息を吸って、はい、吐いて、はい、もう一回吸って、はい、吐いて、ゆっくりと自分の呼吸に合わせてくださいね。さあ、あなたの頭上高くにですね、宇宙の根源ソースのエネルギーをが降りてきます。そのエネルギーがくる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 っと螺旋を描きながら太陽を通ってあなたのクラウンチャクラを通ってあなたの脳の中、喉、胸腺、後まで届いてくるのを感じてください。はい、そこでしっかりと宇宙のソースのエネルギーとあなたのハートのエネルギーが息を吸いましょう。吐いて、息を、呼吸をするたんびに、あなたの光と太陽の光がどんどん混じって、あなたのオーラが光り輝くのを感じてください。はい、そのまま今度はその光がゆっくりとあなたの太陽神経層、ソーラープレクサス、そしてそのままゆっくりと丹田のあたり、第二チャクラですね。ここはあなたのエネルギーの貯蔵庫です。その大きなエネルギーの貯蔵庫に素晴らしいソースのエネルギーとあなたのハートのエネルギーが混ざって
ん貯蔵庫がいっぱいになっていくのを感じてください。はい、あなたの貯蔵庫から光が溢れ出てきてます。そのまま光があなたの第一チャクラ、そして両足太ももに分かれて、膝、そして足首までずっと降りていくのを感じましょう。あなたが地面の上に立って足元を覗いているイメージを浮かべてみてください。そこからあなたの足を通って太陽の光とあなたのハートのクリエーションの光が一緒になって、どん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 地球の中に入っていきます。どん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 地球の奥深く入っていきます。はい、そして地球の中にあるインナーアースさんとそのエネルギーが一緒になります。するたびに先ほどとは違った、さっきと反対方向の螺旋状にくる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 とエネルギーが戻ってくるのを感じてください。はい、呼吸をするたびにエネルギーが戻ってきます。あなたの足元、くるぶし、膝、太もも、そして第一チャクラ。はい、第二チャクラの貯蔵庫を通って全ての
光がどん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 大きくなっていきます。また呼吸を続けましょう。今度はあなたのそのエネルギーがあなたの住んでいる町に広がっていきます。さあ、あなたの住んでいる町がそのあなたの愛のエネルギーで看護してくださってる医療従事者の皆さん、家庭で家族を守っているお母さんやお父さん、子どもたち、みんなにその愛の光が届いて、一日も早く癒されることができますように。ゆっくりと深呼吸をするたびにあなたの光がどんどん大きくなっていきます。あなたの住んでいる地域に広がって、町を越えて県を越えて、それが日本中に広がって、もしくは皆さんが住んでいる今住んでいる国中に広がって、私たちは必ず乗り越えて、もっともっと素晴らしい、バランスの取れたガイアにを作っていく原動力になりましょう。私たち一人一人の意図が、愛で生きるという意図をしっかり持って、宇宙と
さあ皆さんが皆さんの祈りを捧げたい人、国、動物、何でも結構です。しっかりと祈りを伝えていきましょう。
ートがあなたに伝えているメッセージを受け取りましょう。しっかり受け取ったら、受け取ったよとちゃんとハートに答えてあげてください。ありがとう。私はこれからもずっとあなたの声をガイドに、自分の魂の旅を続けます。呼吸をするたびに、あなたの手や足がだんだん動くようになってきて、少しずつ手足を動かしましょうね。ゆっくりと戻ってきてください。私たちの祈りがちゃんと届きますように。今日は一緒に祈ってくれてどうもありがとう。じゃあまたお会いしましょう。私はあそこに行って、スイッチを切らなきゃいけないから、これで終わりにしますね。 Thank you